疲れ様です。お疲れ様でした。久しぶりということで、月日が。どうでした、対談。いやいや、楽しかった。っていうか、やっぱ、俺が言うのもなんやけど、うん、しっかりしてるわ。洛南高校やから、ね。洛南高校。普通が、普通か。いや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 。もう、なんかめっちゃ勉強になったわ、その。せっかく、パナソニックスタジアム、鈴田に来たので、普段見れないところみたいなのを案内してほしいなと思うんだけど。どう東口の家。ダメだもん、大したことないでしょ。なんかこう、ロッカールームとかって見せてもらいたい。いける行ける行けますか行け、行きましょう。はい、行きましょう。行きましょう。お願いします。お願いします。ロッカールーム、ガンバ大阪、選手ロッカー。ガンバ大阪、選手ロッカー。関係者以外は立ち入り禁止。ダメですよ。お願いします。ちょっと案内してもらいましょう。でもね、他のスタジアムと違うところがあって。はい、どこですか。もうね、丸くなってる。あ、ほんま。普通はね、近くで。あ、そうですよね。大体、まあ、オーソドックスのあれなんですけど、ここだけ。ああ、選手は近くです。あ、このスタジアムのアウェーは普通のロッカーだけど、ホームはこの形。で、普段定位置はどこですか。どこ覚えてへんのかい。分からへんの。これはどこなの。だいたいそこだね。あ、違う、景色が違う。景色が違う。ここです。あ、そこ。ここです。ここです。なるほど。これやっぱ絶対定位置ってあるよね。定位置ある。好きなとこみたいな。うん、俺でもそれスタッフがね、もうあなたはここですみたいなのを決めてるの。決めてくれてるの。俺だってずっとここだ。そう、自分がここがいいって言ったわけじゃなく。あ、言ってない。ああ。みんな大体それで決まってる。俺結構端っこ好きやったから、どこ行っても端っこ。そう。あ、そう。で、これいつも試合前のルーティンとかって。試合前は、ほんで、え、出てもいい。あ、出る、出る、出ていいよ。出ていいよ。試合前ルーティンちょっとな。試合前ルーティンは、あ、じゃあまずシャワー浴びます。あれ、すぐ、うん、入ってすぐまずシャワー。シャワー。へえ。練習着替える前にお風呂で温まって。あ、すごい。はい。お風呂。お風呂と水風呂。え、すごっ。で、お風呂で温まって、はぁ、で、まあ、まあ、今から戦いますよっていうスイッチ入れて。なるほど。入れて、で、まあ、着替えて、アップ上へ行きます。あ、着替えてアップ上。アップ上へ行きます。はい。行きます。アップ上。アイエル。なかなかこのルーティーンの動線を見ることってできないですよね。ここなんです。ああ、アップ上。なるほど。ここで、まあ、ストレッチポール使ったり、うん、まあ、体を試合前の準備をして。で、もう一回廊下に戻る。もう一回、いやいや、もうここからもう戻らん。こっから真ん中通って、もうアップ。なるほど。それでも準備万端で、ゴー。ゴーです。ありがとうございます。はい。どのぐらいかな。全然紹介するとこないでいやいや、そのルーティンの流れを見れただけでも。うん、ルーティンも、ちょっとだけやな。